まあ、あの、道志村の消防団の分団長には、えー、ペラオがいて、そして、えー、ペ,ラペラ公務員ですか、えー、特別職の、あ、非常勤特別職の地方公務員がいて、えー、ペラオのね、おそらく男性だと思いますけど。で、ペラミ、ペラミ、ペラチューバーって言うんですかね。ペラチューバーがいるわけでしょあペラミなのかなナレーションが女だけであり、もしかすると男性かもしれないですけど。 ねえー、その大枠をこさえているのは、えー、ペラオなのかもしれないですけどペラチューバーとしておきましょう、えー、ペラチューバーが、えー、いるわけでしょでその人たちは何もなかったという話だからちょっとまとめますと何もなかったと言ってるのは道志村の村長の永田村長ねこれは公式な文章にありますから今更ですね確かそういう話あったな って言ったとしても、えー、じゃあ議事録の公文書は、えー、間違いなんですねってなった場合、えー、公文書を訂正していただくということをしないといけないわけでただそ,そこまで、えー、追っていくつもりもないですしなぜ私がやらないといけないのかというそういう義務もないですからねおそらく反省してこの件に関して反省してる人じゃないでしょうから永田村長はねね何もなかったっていう公文書そのままにしてるからだって あの全国には何かありましたねという報道がされてるわけだからそれは三崎さんの足跡だろうが足跡じゃなかろうが関係ないのわかりますか足跡らしきものがあったという情報が当時ありましたよっていうのがもう全国に知れ渡ってるからこの段階で村長があの当時そういうふうに村議会議員でいあ村議会の議会で言いましたけれどもそれは当時そういう情報だったわけであり ねえー、今となっては違いますよと、えー、世間が騒いでいたので、えー、もう一回消防団に聞き直したところやっぱそういう情報はありましたっていうのを、えー、発表しない限りは何もなかった派に置いてもいいでしょ私はね <laughs> 私は置いていいでしょだ公文書でそうなっててそれを訂正しないわけだからお口ばったミッフィーになってるわけだからこれだけみんな世間が騒いでるのねだから何もにな,なかった派は同志村の村長の永田さん 2番目が同志村の消防団の X 分団の分担長。そして3番は昔から言ってる俺のアンチね。俺のアンチは何もなかった派なんですよ。それは、例えば水平リーベイさんの写真に関して、えー、捜査機関側、要は山梨県警が認識していないという認識でしょ。なんで警察に言わなかったんですかってこと。だから山梨県警は認識してないという認識で言ってるから。 では私はそれは違いますよっての分かってるからね。山梨県警は当時から認識してるっていう情報があるから、それ、直接なものじゃないけど、間接的な情報があるから、だから、何もなかった派としては俺のアンチも入るわけ。それは6月からずっと思ってたわけね。これ整理すると分かりやすいでしょ。えー、永田村長を、えー、消防団の、えー、分団長を、えー、俺のアンチ。で、足跡らしきものが、えー、あったという。 何もなかったわけじゃなくて足跡らしきものがあったっていうふうに当時騒がれて捜索本部上でもあったんですけどそれを認識してるのは山梨県警1番1番山梨県警認識してます2番 ANN に当然認識してますよねその山梨県警から情報を得て全国にテレビをテレビで流したわけだからそういう情報がなければ ANN が捏造したわけだよ ね、比較的なだらかな道、ANN、捏造してないわけでしょその、ペラチューバーが言ってたでしょペラチューバーが ANN かなんかに電話して、聞いたところ、ANN は、山梨県警が、警察が言った発表をもとに発表してますよ。だから、比較的なだらかな、未実な、我々が作り上げたものじゃなくて、山梨県警言ってますよっていう話でしょだから、足跡らしきものの情報が当時あったっていうのも、当然知ってるわけ。2番目、ANN ね。 これ、小倉美咲さんのお,お姉様、お姉様よく聞いてください。お母様はちょっともう無理だと思われるので、お姉様に聞いてほしいんですよ。これ、将来ね、この動画に数年後にたどり着いたとき聞いてほしいんです足跡。美咲さんの足跡らしきものがあったという情報が知ってたのは、山梨県警、ANN、そして実際に公務で入った、えー、捜索に当たった人たちが知っています。そのグループが。グループというのが、組織が。 知っていますそしてその組織から情報を吸い上げた人もその時点です。情報提供者も、あのー、知ることになります。だから今、現時点では知ってるわけ。その情報提供者は、その吸い上げた、その公務で実際に捜索行ってないんだけど、行った人たちの話を信じれるわけ。だから信じるに足る信用性のある情報だなっつって、私のところに伝えてきてるわけ。 で私はじゃあ何を信じるかとっ,ったらその情報提供者の信用を信じるの、分かりますか ?3 番で実際に公務に行った人の話を信じてるんだけど、それは間接的に信じてるわけ、それは私は直接聞いてないから、ね、その人の身を、えー、ど,どこの、どういう人だっていうのを知らないの、私は3番の,その実際に公務に行った人のね、知らないんです。 でも、それ、なぜ信じれるかとね100、100%真実だよっては思っていませんけれども、ほぼ99%が信じられるのはなぜかつ、その情報提供者を信じてるから、私はね。で、その情報提供者は3番のその、ースされる人を信じてるわけ。だから足跡らしきものがあった。 っていうふうに、当時、そういう情報が捜索本部上とか、もしくは、そのね、もしかすると、ヤマアップの投稿を見た人かもしれない、その公務の人もね、ヤマアップの投稿を見てて、そういうふうに思ってたのかもしれないしねあの、捜索本部上からゲットしたやつじゃなくて、もしくは警察とかそういう関係者がいて、その人たちから聞いてたのかもしれない。でここにこういう足跡らしきものがあったから、一応念のため調べようかっていう人は当然いるはずだから。 だからたくなに否定する方が怪しいんですって。ね、全員が全員同じ情報を共有しているなんてありえない話だから、そもそも現場を混乱してるわけだから、初期にね。となると、何もなかったと言ってる人たちが怪しいでしょ。何が怪しいかってとい2通りしかないの。1つは初動の操査ミスとかそういうものがあったらあったのにあの、気づかなかったことを隠したい人が、隠したいかが1つ目ね。 1>, 1つ目の理由。2つ目の理由としては、犯人である可能性がある。だから足跡らしきもの,のとか、もしくはその周辺、えーね、に、凶器とかそういうものとかわからないけど、そういうものがあって、証拠隠滅を図りたい人。この2パターン。で、私は2番はないと思ってるだって事件だと思ってないから。ほぼね。0%じゃないけど、ほぼないと1。1%にも満たないと思ってるから。 じゃあ、えー、もしね、小倉美咲さんのお,、ね、お姉さまがこの動画にたどり着いて、もしね、事件かもしれないっていうふうに強く思い込んでるんだったら、2番を怪しんでください2番ってあ。2番っていうか、その事件の証拠隠滅を図る人たちが何もなかったとしたい可能性があるわけね。だって情報というのはいっぱいある中で、 共有化され創作本部上で教育されてるんだけどその共有化されてるのが全部自分が教育化してるっていう認識自体がおかしいでしょだけど自信まんまに何もなかったとか足跡らしきものなんていう情報があったのならば大ごとなってるでしょっていう人が怪しいじゃんなんか証拠隠滅とかしようとしてんじゃないのかとはねでその当時の創作ね正直に言えばいいのに なんかかたくなに否定してくるわけ。足跡らしきものがあったと認識しているこの1から5番の人たちをかたくなに否定しようとし,してくるというのは怪しいでしょう。事件を隠そうとしてんじゃないかということね。まあ私は事件だと思ってないから、捜索不備をかぶし隠したいだけだろうなというふうには思ってますけど。はい、以上です。